ましたよ。クロスプレーンですね。すごいですね。さあ、木沢小学校での公開収録第5弾これ5弾ですね、そうですね、5弾ぐらいですね、はい、5弾ということで今回はですね R1M が来てくれてますよ。すごいですね、はい、どうですか。いや今そちら行きましょう、はい、よし嬉しそうっすねなんか今のでそのまま落とすんつってまあそんなこんなでもうなんか特にほぼフルノーマルですよねこれね。そうですね、 USB がついてるぐらいですか。はい、あと、うん、ブレーキレバーとクラッチホルダーも。ああ本当だ、ブレーキレバーとクラッチホルダー、はい、これ変わってますね、はい、ここですね、アッコサートのやつがついてますね、はい、というぐらいでですねあれなんですけど、ただやはり異彩を放ってますね結構な台数置いてあるんですけど、その中でもですねちょっとやっぱ独特の空気感を、まとってますね。ご覧ください、見てください、これ全部外装がですねカーボンですよ、ほら恐ろしいですね。さっきこれ300結局いくらぐらい払ってます。なんやかんやでスライダーもつけてもらって大体330万ぐらいでしたね。おーほー高えこれね、はい、オーバー製スライダーをつけて、ほぼそれ以外何もしてないにもかかわらず330万円ですよ、はいという感じになっております。あとはこの保護系ですね、やっぱりね、あの傷つけないようにするちょっと保護系はついてますけども、はい、なかなかですね、なかなかで、まあもちろん、まあ、スタンダードの R1 に比べてもですねまたいろいろ違うところがあったりはするんですけども、もう恐ろしくて転べないですよねこの辺になってくると。これ一コケいくらすんだったっけって感じですよね、という感じになっております。見てこれ全部全部だよこれ一回立ちこけしましたね。これじゃないですか、これ。あ、それはまた別ですね。あ、これまた別です。でも そっち側倒れて、で、うん、でもスライダーあったんで、外装は特に。あ、よかったっすね。はい、こういうのがないと、まあ、恐ろしくて乗れないですけども、そんなこんなでですね、はい、今これは3000キロぐらいって言いましたっけ。そうですね、2000いくらかで3000弱。うんぐらいですね、はい、まだちょっとあの鳴らし中と言ったらおかしいですけど、はい、あの温め中ですよね。そうですね、はい、だんだんここから調子上がってくるんでしょうけども、はい、まあ、ちなみにですねもう軽さ、例えばこのパーツが樹脂からカーボンになったからってその正直そんなに測り比べりゃそれは軽いんでしょうけど、多分ガソリン1リッター余分に入れたらそっちの方が重いんじゃないっていうぐらいしか変わらないと思うんですけども、そこまでですね徹底的にいろいろ追求してるからこのバイクに、まあ、こういう変なオーラが出るっていうことですね。こういったボルト取りもですねこれすごい軽いんですけど、これ外すとこれ全部再利用できないですよね。一回外したら捨てて新品つけてくださいっていうですね、もうものすごい普通の感覚では考えられないようなですねところまで軽量化にこだわってると。でこれ取ったらあれだよ、新品ですからね。すごいっすね、すごい。このオーナーがねこれあのもうカツ丼とか食って乗ろうのもんなら本当にとんでもないロスですよねという感じになりますけども、はい、そんな感じでやはり R1M、 まあこれここは普通の R1 もそうですけどね、あの徹底した、まあ、軽量化がなされているモデルという形になっております。 M なんでね、このカラーリングとかで見れば、もうちょっと知ってる人が見ればね、おお R1M だってなりますよね、はい。そしてこのスイングアーム、はい、こういうふうにですねもうちょっとアルミの磨いた面をですね見せるような処理で仕上げられてて、でこっちから見た時の薄さもやっぱり R1 ですね、はい、すごい感じになってます。薄いっすね、薄いですね、はい、もうこういうところから普通のバイクじゃないですよね。やはりフラッグシップモデルらしい、どこを見ても抜かりない仕上がりになってると。ここもあのガソリンタンクがアルミでできてるんですけど、それもまたほらあのちょっとこう、うん、ヘアラインのクリア仕上げみたいなね、やっぱりあのそういうとこがかっこよくなってますね。これ開けたところがね分かりやすいですよ、多分。そうでもねえかそうでもないですね、はい、なんか分かりやすかった気がしたんですけど気のせいでした
まあそんな感じになっております。刻まれてますね。刻まれてますね。すごいいいですね。これ奈良藩君ちの電話番号と同じなんじゃないですか。ほら違いますね。あ、違いますか。あ、そうですか。家電、家電。まあそんな感じになっております。ちょっとこれいいですか、またがらせていただいて。はい、じゃあちょっとまたがってみたいと思います。ズブズブドンしないようにしないと。よいしょ。はい。おお。もう警戒度合いが、さっきまであの早くまたがれ感出してたのに。いや、なんか怖いですねこれは。やっぱなかなかの足つきのあのツンツン加減ですね。はい、でもまあどうだろう、普通の人だったらそんなに困らないのかな。意外とどうですか、困ります？困ってます。困ってますか。ちょっと靴底厚めですね。はい、ちょっと厚くして、で中敷きも3枚入れてます。やっぱその努力が必要なんですよ、こういうバイクがね。すごく突き詰められたモデルだとね、自らもそうやって突き詰めていく靴底アスリートとなっていくことになるんですけども。ちょっとかけさせてもらっていいですか。はい、来ますね。来ましたよ、クロスプレーンですね。すごいですね。すごいですね。はい、なんかちょっと久しぶりに見たんで、はい、最近ちょっと忘れてましたねこの感じを。これで横浜から来たんですか。茨城から。すごいですね。疲れました。疲れましたね。まあそうですよね。いや今なんか意外と疲れないですよみたいな感じで来るのかと思ったら、まあそれは疲れるだろうよってことですね。はい、はい、今日ドラム缶ブル入られますよね。いいお風呂でした。いいお風呂でした。というわけで今日はですね、R1M、最もですねここの場所とですね、まあ対極にある、マシンですね、ということでご紹介させていただきました。ありがとうございました。気をつけないと倒さないように。